当たったよ。当たったよ。ゅって、お前、ティッシュだろ、ティッシュって。<laughs> いやー、いやー、実際、現実はね、えー、たまに、なんか、なんねえあっちの端にちょっと、なんだろう、あなんか、いろいろ、どんどんなんか侵略してきてんだよ、この部屋の。 もうなんかこう9月ぐらいになってくるとさまたなんか当選品をさその辺にか山,山に積んでさちょっとまあ何とかしないとダメだこれはやばいやばいやばいこれはもう結構大変だな私でレベルでもうんまあ大してタワーとかじゃなくてさペラーなんだけどねで今回何が当たったかちょっとハサミであ,あの今回何が当たったか 現現金金書き最高は50万円でうんすごいねこれあの現金書留の書き留の色がすごいなんかエコ,エコモードになってるんだけどわかりますこのエコモードになってるっていうのうんなんだろう。質が そうなんか荒くなってるっていうか茶色になってるんだけど昔もうちょっと黄色かったような気がするんですがこういうふうになってから初めてしかもハンコを四隅に打たないで2個で OK みたいですよええって感じなんかあのうんキッコーマンのがギフト券 JCB ギフト券が2個え当選してその後なんだろう その後、正直、コーマンの日光でしょで毎日、あの、検証で <laughs> 当たったよってやってるから <laughs>、あの、なるべく当たんない時のための補振とかさ、ちょっと思っちゃいとかするんだけどさ、いやしかしよく毎日毎日これやってられるな、私って思うよ。いや、こんだけしつこくできる人なかなかいないと思うよ。 だってあのう、これは難しいと思うよ。そんなにね、毎日毎日、あのなすび師匠でさえも、当たんないわけや、時は当たんないわけだから。で、もうこの検証ありきでやってると、当たんない時のさ、じゃあ何やんのって感じじゃん。でも当たってんだよ。一応に個こう。うん。一応に個、こう。<laughs> これは何 な、何ですかって、これをね、株主優待で来た、光、私、そういえば光味噌アンバサダーなんですけど、何の活動もしてないアンバサダーって。あの、メールとかも全然読んでない。うん、なんか光味噌アンバサダーなんだよね。あー、なんかもう、ちょっとやばいよね。でもこれ、あのー、サンプル百貨店でこ、これなんかね、赤、赤味噌と、えぇ、 新州麹味噌と2種類来てるんだけど、光味噌ね、ちょっと美味しかったよ。あの、サンプル百貨店の時。基本的に私、汁物食べない、飲まないんであんまり。あの、なので、結局、<laughs> あの、ワタミの宅食ウェイとかやって、あんま食欲がないから、ご飯ちょっとしかなかったやつを、あれなんか、 お茶漬けにして、で、あとなんか、うん、なんじゃん、あれ、わかみスープをっ、えー、かした、なんだろ、う、お湯注いだやつを食べようと思ったんだけど、もう、お茶漬けでもどうでもよくなって、結局、出しっぱなしでさ、もうダメでしょって思って捨てちゃってしまいました。はい。で、これは、さっきからこれあるやつは、 ここちょっと、なんか、キャーって言って、もう、キャンペーン応募券とバーコードが、なんかちぎれてしまった。なんか、これなかなか良さそうじゃない野沢菜昆布。なんかちょっとねっとりしてる。山形の出汁みたいな感じだけど、野沢菜みたいな。結構健康に良さそうななんか、食べ物じゃないこれ、ちょっと検証のね、やつなんですけど。え、では。 開封したいいと思まますまだ私これ開封してませんよこれこっちこっちからちょっとこう現金かきためどこから切ってもさあのなんか封筒の再生とかはできないようになってるからもう再生というかさなんかいつもだったら下から開封するんだけど今回はああ切っちまったよ切っちまったよこれ当選のの通知のところ あ〜、こうやってトントンってやってからこうやってさトントンってやってからやればよかった切っちまったよ当選通知ほら曲がってんもんよやばい何これええ嘘うそ何これお礼状とか書いてあるよふうなんだこれ 上と書いてあるんだけど検証当然超はあすげえにこれブー1万円だよやばい子えー、私絶対2000円とか1000円とかかと思っていや2000円ぐらいを現金かきたまで送っていやーなんか大阪王将もあのリチリーな会社とのって思ってたわけよいやーすごいこれイートアンドフーズ 代表取締役サインとハンコつきだよすげえなこれちょっとある E タンドの説明とかしようかなえっ、ー、とこの度は2022年春の大阪王将大感謝祭にご応募いただきありがとうございました商品のご当選誠におめでとうございます今回当選者の皆様限定で大阪王将ダブルチャンスお楽しみくじを同封させていただきました 抽選で大阪王将の冷凍食品が当たりますのでこちらの企画もぜひお楽しみくださいこれからも皆様の食卓に驚きや感動お腹いっぱいの幸せをお届けできるよう一品一品愛情を込めて商品を作り続けてまいります皆様のご期待に応えるべく精進いたしますので今後とも愛 変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げますすげえなんだこれえ、ちょ、当選通知。おー、ちょっと切っちまったよ、マジに。こんなに。うーわ、ちょっと、感、感動でびっくり。1000円とかだと思ってたのが一番いいだったら結構ビビるね、これ。いやー、しかもなんか、お礼状だよ、社長から。いやー、また。 当選者限定で冷凍食品の詰め合わせが当たる抽選カードを同封させていただきました。QR コードを読み込むとその場で結果がわかりますので、ぜひお試しください。今後とも大阪王将冷凍食品並びに大阪王将店舗をご愛、顧くださいますようお願い申し上げますと。これね、大阪王将と王将フーズっていう あの王将っていう餃子の王将っていうのがあるんですけれどもこれもともと王将で餃子の王将で元は一緒なんだけどやってる人の方向性がちょっとこうちょっと変わって王将って名前だと商標登録先に商標登録した人がいるのでこっちの王将のこっちの社長の方があんまり言うとほらあの 大商のあの社長亡くなってるんでねあれなんですけど細かくあれなんですけどあのこっちのイートアンドの方の大阪王将の方の人は、えー、テイクアウトとかあと冷食とかそういうのの方に力を入れて、まあ、店舗でこうやってるこの王将餃子の王将っていう方と まあ王将は王将なんだけど、元は同じなんだけど、方向性がこう二分して、イートとこっちの、あの、王将フーズっていうのと、で分かれてるっていう感じ。で、店舗で言うと、あの、ーチ付け型、どっちが好きっていうのも、これ好みなんですけど、私は普通に王将の方が好きだったりとかするんですが、え、こっちのイートの方、大阪王将の方は、店舗の、あの、バリエーションがね、結構、 何て言うのかな結構買収とかそういうのでいい店舗とかを結構持ってるので株主優待とかあったとしてあのまあ大阪王将でしか使えない時代はそんなになんかあの,県,じ県,の県はあんまり嬉しくなかったんだけどあの結構あの横浜タンメン一品講とかいう店が使えるとかそうなってからはちょっとね あの利便性というか食べてもたまに食べたくなる味だったりとかするんで横浜タンメンとかいう、まあ、ちょっと塩塩塩塩塩分多めなんでそんな毎回は食べれないんだけどもう心と体が弱った時にあれを食べるっていうね横浜駅のジョイナスのところにあれ想定するスの y n a s の CH 仮設側にあるんで あ,あそこでなんか食べて帰るっていうね。もうほんと何にも食べれないぐらいなんか、こうもう落ち込んだ時にラーメンはあればいいよね。なんか、なんか一発で栄養とさ、塩分とかいろいろなものが補給できるから一日、もう何も食べれるあれじゃないですみたいな。結構なんか、うーん、なんかこう、いろいろ考えると超嫌だった時とかに、 食べてたなああの昼時行ったりとかするとむっちゃ混んでるけどなんか中途半端な時間だとサクッと入れてサクッとあの食べれるっていうね感じですね。うん、で1万円当たったんですげえよこれ大阪王将感謝祭事務局私ね大阪王将の冷凍の餃子とか 買った記憶がそんなにないぐらいあんま冷凍餃子とか食べないんですよ。自分で作った方が美味しいので、まあ、味の素の餃子と大阪王将の餃子とじゃどっちがいいのって言われたらまあ私は大阪王将の餃子は冷凍の餃子しか 冷、冷凍の餃子しかじゃないよ。あの、水餃子の方を買うんで、もちもち水餃子とかいうやつを買うんで、あれスーパーアルプスで、あの、こっちの方はね、まあ、最近、こういう事態になってから、すごい冷食の冷凍庫とかを、すんごいなんか、あのー、まあ、増、増強してるのよ、設備を。いやー、こっちの方は、あんまり、 なんていうのかな、主婦が手抜きをしない地区なので、あんま冷食とか惣菜とか、そんな売り場面積多く取ってるんじゃなくて、逆になんか野菜とか、オーガニックの野菜とか、あのー、なんか野菜、地元野菜とか、そういうのをなんか平台に置くっていう、こんな、そんな感じの店舗作りなんですけど、でも冷食の需要がむちゃくちゃ高まって、 もうね、24時間の自動販売機のドヒ冷えンとかをはじめとする、まあ、美味しいものはたっぷりあるんで、こっちあの、東海地区と違って、あの、美味しいものはね、いっぱいあるんで、冷凍してでもかい、あの、名店の味買いたいっていう、ラーメンですら冷凍してでも買,買って食べたいっていう人が、あの、いっぱいいるぐらい、なんでも凍らしても美味しいっていうさ、文化なんですよ。多分ね、なんか、 名古屋の、名古屋飯まずいじゃん。あれ、冷凍したら多分ね、食えたもんじゃないと思うんだよね。あ,あの、こっちの人間から言わせるとね、特にまずいものは、あれよ、<laughs> 特にまずいものは、あの、スガキ屋のラーメンとか、あんなもん凍らしたって絶対食わねえよ。しかもなんかさ、スガキ屋のラーメンって結構安いからさ、あんなの凍らしてまで、 食べますかみたいな。いや、でもね、麺、なんかこう、鍋つゆで出てたりとかするんで、わかんないんだよね。名古屋の人、とにかくご飯作んないから。名古屋、岐阜の人。友稼ぎしてるから、もうしょうがないっちゃしょうがないんだけど、女の人がもう朝から飯作んないっていう、そういう文化なんですよ。市の宮とかなんかは、朝から飯食いに行くからね。 だからモーニングの文化があるっていうぐらいこっちの人たち朝からご飯なんか食べに行かないよ喫茶店とか喫茶店にご飯食べに行く朝ごはんからだってもう朝ごはんからさなんか食,べに食べに行った方が得みたいなそういうなんか間違ってるね文化なんだよ。いや朝ごはんぐらいい家でよいしろよってもう全然発想が違うからいや関東。これ聞いてる関東民の人は いかにあっちの方の、なんか名古屋、岐阜が、名古屋っつっても、一宮岐阜だね。ちょっともう、あ,あの名古屋は、名古屋市内を言うんで、やっぱこっちの東京都内と名古屋市内とかっていうのは同じ感じよ。あの、名古屋市外がもうあんまり価値がない。土地の価格とかも、かもう、 もう突出して名古屋市ってついてる市内はそれなりの土地の価格だったりするんだけど、で、むちゃくちゃセレブだったりとか、もう東京を超えるぐらいのセレブの人がいたりとかね、東区とかは、あれよ、トヨタの社長とかが住んでたりとか、あと水北とかなんかはむちゃくちゃもうセレブタウンみたいな、もうマンションとかの高級っぷりがもう全然違う。 単純に東京の都心の港区よりも、あの、土地の面積が広く、あの、作れるから、もう豪華絢爛な、それこそもう、ええー、っていうぐらいの、いや感じの、あのー、あれですよ。で、駐車場料金とかも、決して安いわけでもなく、もう、もうちょっと歩いたところでも、結構高いんだよ。うん、なんか。 それなりに収入がなかったら、名古屋市内は住めないんだよ。だから名古屋に住むことができないけど、名古屋にしか仕事がないから、岐阜のやつはわざわざ通ってくるっていう、そんな感じ。あの、住めないけど、通っていくみたいな。まあな、なんか、あんまいろんな県民を敵に回したくないけど、まあ、ほら、奈良のさ、うん、なんかベッドタウンみたいなところに家を買って建てて、 るけど結局大阪市内では家が建てられないから名古屋からあなな、えー、奈良から通うとかそんなノリで岐阜の人って大体電車で1時間ぐらいかければなんとか名古屋市内の会社にはたどり着くんでで名古屋はとにかくあの東海の会社拠点としてる会社が結構たっぷりあるんであの働くところはあるんで土地の価格とか高かったりとかあとは会社の もうすごいなんかすごい人とか結構住んでたりとかするんだよもうのすごい、うん、あとあの我らが高須幹也もあの名古屋に住んでる医者でしょ医師でしょあの人何であんなになんかあのこう <laughs> ペヤングとか食べたりとか YouTube とかやってんだろうあんななんかあの高須克也の息子でしょ医者でしょ YouTube の収益ってでも月70万円ぐらいらしいんだけど一旦なんかでけ結構ほら手術のあれとかをメインでやったりとかすると血,血が出たりとかあとこの手術のなんかを説明するとなんかそれがちょっと引っかかったりとかして一旦なんか収益が止まった時があってすごい陣痛の面持ちだった時があってえこれってこんなあ,あんなあんなすごいさ 金持ちの息子の医者なのに70万ぐらいで甚痛なお持ちであれなんだとかあとだから結構なえっ、ー、って思うこと結構あるんですけど意外と高須幹也って名古屋院の人なんだよ高須クリニックの。で高須クリニックってもともと名古屋の,あの名古屋発祥なんだあの,あの辺の。 ものすごいなって思ってて思だから私は結構「名古屋」って言うとふっとなんかあの高須ミキ也が思いついてくるみたいな。で実際すあの人すごいなんかディズニーランドが大好きで結構ディズニーに行って忙しいからて帰ってくるっていう「一人ミッキーを医者がやるマジでね」みたいなすごいなみたいな。でなんんかあの僕はあんまり の飲みに行ったりとかするのが嫌いお酒がまずあんまり飲まないし、飲みに行ったりとか、あの、香川照之さんの話とかも言及してたりとか、あとあの教、あの、教会、悪しき教会の話をしてたりとか、結構ズバッと切り込んできて、結構大人気 YouTuber みたいな感じなんだけど、うーんね、ね <laughs> すごいなって思いつつ、えー、で、私はなんで大阪五章の話から名古屋をディスってんのかよくわかんないよ。 もうとりあえずね東海地区からね帰ってきたばっかりだからね結構ねムカついてんだよねラッキーダブルチャンスをお楽しみってこういもうやるしかないでしょここでうわ、ん、かったやるよ今やって今結果を出して見せようじゃないか今結果を出して見せようじゃないかまあ待ってくれよこれをねこの QR とかをねちょっと YouTube で出したりとかするとそれを盗むやつがいるんですとかちょっとそこまで考えてやられいからもう撮るなら勝手に撮ってくれよ こんなもん。えー、で、ち、いきます。えっ、ー、とね、だから、なんか,なんか、んか盗まれるらしいんだわ。あのー、なんかね、これ出しちゃったりとかすると、当たりましたとかやると、この QR 出さないで、このラッキーダブルチャンス。当たった上に、この1万円も当たって、ファンキーに喜んでる上に、これまで当たるって、どんだけのサービス精神旺盛なんだよって。よし、QR 取った。で、 その場ですぐわかります。ラッキーくじだって。ラッキーラッキーくじ !GO! え外れ。外れだってさこれも当たった人いるはずれ。今ちょっとドキドキした。ひょーまちょっとドキドキ。当たっちゃうんじゃないの私って。いや、でもね、ちょっと邪、邪念が今、起きたなうん。くじは一回のみ。 利用できますって書いてあって、スマートフォンデジタル抽選になります。今ちょっとね、一瞬ね、私いつもポジティブだから、絶対当たれとか言って言いながら、あの、検証やってるんだけど、ちょっと今邪念が入った。あ、どうしようこれ YouTube でやってるのは外れたらどうしようってちょっと思っちゃったよ。いや、それ思っちゃうところがダメなんだよ。思っちゃダメなんだよ。もう当たる気まんまでいかないと。こういうのはね、当たる気まんまでいかない。ちょっと今、邪念が。 プレッシャーだよね。プレッシャー。もう、もうとにかくあの、公文の人っていう、もう、自分で自分に言い聞かせて、自分はラッキー。とにかく私は当たる。何でも当たる。お前ら当たってない。お前ら老害とか勝手にね、決めてるから。で、あのー、結構ね、株主優待をやってる、ケチな老害のこと、老害って、ケチなじじばばを老害って言ってるんだけど、まそれはもね、本当に嫌いだから。 マジに老害だと思ってるし、で、あんとなんかこう、口がね、ね、か、こう、おとなしく、私が普通にさ、いや、もう、あの、株主優待をやられているお金、小金を持っているファイヤーおじさまたち、ファイヤーおじさまファイヤーおば、遺産おばさまとか言ったら面白くないじゃん。遺産おばさまとか言ってる段階でもう毒舌なのな辛口とか言われるんだよ。いや、いやもう、もう全員もういいから老害だ、お前ら、マジに。 っ働いてない段階で老害でしょ。金持ってるのに年金もらってるのも、お前老害だから、もらうなよっ困ってる人いるんだから。私なんかは、おそらく、年金をせっせ、と収めても、30年間賃金が上がらない、そして苦労するだけして、で、パワハラだの、セクハラだの、ゆとりの奴らにか、囲まれて、何のいい思いもしないで、バブル終わった後だから、ね、え、一回もいい思いをすることなく、 年金すらもらえないっていうクソみたいな年代を生きてるんだよ。ほんとお前ら老害ね。もうだっとけお前らほんとに。も,もうお前らのために収めてるんじゃ。少しはね、若い人とか、あの子供たちに優しい気持ちとか、あのバタンを渡すぐらいの、ね、気持ちになれんのか老害はっていうぐらい嫌って、嫌いなので。で、えー、あの、 そうだね大阪王将の話からね大阪王将をちょっと褒めちぎらなきゃダメだあそうそうそうだから冷,冷凍食品があんまりなんかこっちのあのこっちのほか首都圏はまず店舗面積が狭いですなので商品のバリエーションもその地区で一番売れる主力商品しか置いてない、まあ、コンビニみたいな感じあので利便性を追求してるんで あのまあ、ピアゴとかあったとしてもほんとコンビニみたいなやつマイバスケットとかあのもうスーパーなんだけどコンビニみたいなそういうのが結構流行ってるんですよマルエツプチとかね、まあ、コンビニの要素がすごくあって24時間営業やっているっていう感じの店舗で店舗の面積が売り場面積が狭いのでそんなにいろんな商品バーってこう大風呂敷広げてないんですよ だから冷凍食品も,もう味の素が餃子とかだったらもうブイブイ言わせちゃってるからもう本当にあに大人の日常で冷凍食品の餃子な冷凍餃子なんて味の素以外見たことないぐらいなそういう感じなんですよ。だから私なんかがこう多摩地区に行って、まあ、ちょっと広いさもう冷凍ばっかり食ってる地区なの多摩地区って結構だってあんなでっかいさ あの、<laughs> 冷蔵庫で。で、こっちの方は、冷蔵庫みたいな感じの。 冷蔵庫なのよ。こうやって上まで、口取れないぐらいの上までこう、なってる、連なってる普通の冷蔵庫なんだよ。開けて取るタイプの。だけど、多摩地区の人たち、平置きで、もう、あれ、蓋しなくていいのかよって、冷気どうなっちゃってんのっていう、不思議なタイプの冷蔵庫なんだよ。あれ、なんなのあれ。いいの店内が寒くならないのあの冷蔵庫で。こう、もう、普通にアイス売ってるようなやつで、し,しかも蓋しないんだよ。蓋しないの。 俺いいんですかみたいな。スーパーアルプスでそんな感じの冷蔵庫が、もうなんかもう、ピャーって、ど真ん中で、売り場のど真ん中に、冷凍食品が、わーっての、あるんだよ。すげえバリエーションの数で、もビビる。マジに。あの、ベルクもそんな感じで、玉地区はもう基本冷食が、ものすごい種類があって、ビビるんだよ。で、大阪保証の餃子なんかは、 本当になんか、あっちの方行くと結構いろいろあってですね。ここにも、あ、う、の、ん、主力商品が書いてあるんだけど、えー、なんかこの、餃子これが、肉、シューマイ、小籠包これ、読めねえ。あの文字が、くってくってやりたいなの,のよ。これの、これがなんかで、ね、餃子で、私はこれを買うのよ。丸餅ち、水餃子って、水餃子ってやつ。これを買うんですよ。ああ。 小籠包なんか見たことないよ。売ってんのかよ、みたいな。いや、まジにあの、中華街で、あのう、売ってるっていうか、まあ、出してる小籠包とかって、ああいうの結局店舗で作ってなくてさ、結局なんかあの、クゼとかさ、その辺の卸の会社が、あの、なんかこう、ね、こう、食品を卸してる商社みたいなところが、 こうさ、店舗にあるして、あれ中華街ね、ほとんど冷凍だから、冷凍を普通になんか蒸しただけで出してきて、だからあれ食べ放題とかできる、できるんですわ。昔の中華街っていうのはもう本当になんかあの、こう、陳建一が使ってるようなさ、あの、こう、なんか四角い包丁でこれ、ほんと刻んだりとか、ほんとなんかこう、一個一個手作りとかして、パン、 から結構なお値段なんだけど、今なんで2980円ぐらいでさ、天津食べ放題とか言ってるさ、あんまともに多んね、作ってたらあんな金額で絶対できないから、もうマジに全部冷凍だと思う。で、冷凍のクオリティが上がりすぎて、それでもで、ね、も激安戦争をやってでも中華街に行く人がもう激減して、もう首を絞めまくって、店も閉めていくみたいな。 なんつったってあの辺なんか土地の価格がむっちゃ高いんで、家賃相場とかもバカみたいに高いんだよ。横浜市ってむちゃくちゃその二極化してるんで、むちゃくちゃ、まあでも基本的に神奈川県の中で一番土地の価格とかが高かったり、税金が高かったり、あの、するところなので、東京の、東京と張り合ってんじゃないかなもうはっきり言って東京のさ、あの、足立区とか、 あと、北区赤羽とか、あの辺の家賃相場よりも、全然横浜の方が高いでしょ、みたいな地区もあるんで。でも、そういう地区もありつつ、なんかあの、なんていうのかな、寿町みたいな、なんかちょっと錆びれたところがあったりとか、あと、相鉄沿線が割となんかかそってたりとか、えー、ここ横浜とかって、しかも横浜市のーみたいな。 感じはちょっと寂しい地区があったりとかするんだよ。すっごい相鉄路線もくっそ古かったりとかして、あのー、なんか、えへへへへ私のイメージする横浜が全然違うみたいな。港未来と全然違うみたいな。なんかもう全然違うんだよ。あってさ、すごいなんか、あのー、どっから来たんですかとか言、よよよ横浜からとかって言うと、必ずなんかあの、田舎もんは、岐阜の田舎もんね、は、 え、中華街ですかっ必ず中華街って言うんだよ。いや、だから横浜イコール中華街って思うの間違ってるから、お前ら。お前みたいな。必ず言われるんだ、岐阜のやつに。で、あと、なんか、え、シュウマイピントでとか言って、すごい、もう横浜グルメって思う。シウマイピントだけじゃないから、何か、お、やもうお話になりませんね。あなたの中の、あのー、横浜は、 シュウマイ弁当なんですね。中華街とよくシウマイ弁当なんですね。はいわかりました。うん。はいわかりました。じゃあ、もうパッパッと仕事しましょうっていう、そんな感じですわ。もう本当岐阜の人嫌いだわ。ほんと、マジに、ほんとね、もう閉鎖的な、もうなんかそこ維持の悪いさ、なんもう、なんだろう、他県ナンバー、こっち、名古屋ナンバーでさ、もう岐阜とかさ、だってあそこ、車ないとどこも行けないじゃん。 電車なんかで岐阜なんか行く気になれないです、乗る気になれない電車の名前だったりするんだよ。養老鉄道とかさ。いやもう鉄道の名前からして終わってるだろ、みたいな感じだったりとかするんで、で、目的地に行くために駅で降りても、くソそなんか目的地に到着しないっていう。だって、ま、岐阜の県庁とかで仕事しようと思、仕事してたんですが、岐阜県庁に行くのに、西岐阜駅が最寄り駅なのに、 西木府駅にバス停とか、もうそもそも無人駅だったりとか、バス1時間に1本しかなかったりとか、タクシーターミナルなんかないんだよ。マジに。だから、タクシー呼び目して、とかちょって言ってるけど、タクシー呼ばなきゃ来ねえんだよ。走ってないんだから、街中。もう名古屋みたいに、もうタクシーがぐるぐるしてて、もう見たりつくせりで、すぐ捕まるような、そんなあれじゃない。もう人もいないもん。 もう,もうカエルの鳴き声とかなんだろうな,なんかこの時期だと多分ねもう6月とかのカエルだよカエルハウスかよっていうぐらいなんかもう,も,うも,うもう音が全部カエルとで夏はセミで冬はコオロギみたいな,なんか変な変な音がするんだよ。も,うなんかものすごく私はね神経になん,かこうなんだろう,こう音,音が 嫌いなんで、普段あんまり、その、なんだろ、う絶対音感があるからとかっていう、あれじゃないんだろうけど、なんか岐阜の音がむちゃくちゃ嫌だ。あの、もう、もう、頭の中で絶対あの、ミの音をうるさすぎてさ、他のこと考えられないとか、もう何が一番嫌いかっていうともうあの、カエルの鳴き声。あの、ラララもう、あれがもう最高に嫌だ。この時期なんかもう、な、なんか私なんかこう、 緊張が聞こえるんですかぐらいのコオロギの音みたいなやつ。ああ、耐えられないわ、マジに。もう絶対嫌だわ、もう。もう本当に勘弁してほしいわ。<laughs> でも、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 うーんね担当が寄付だったから仕方ないんだよ、マジに。で、しょうがないからさ、もうん、県庁に行くにも駅からあ1時間ぐらいさ、もう、あれ、徒歩1時間って、 はいみたいな。なんか、え、県庁に行くのに何ですかそれみたいな。だから、そういうレベルだから、あの、なしょうがないから、もう、名古屋から車で行くしかないじゃん。岐阜なんか行ったって、う電車ないもんだ。電車、もう、電車もさ、まあんま走ってないし、テンション下がる名前だし、で、さらに、あの、あの、なんだ、バスとかも、バスなんかね、 ないよ基本的に。だバスってまあでも一応行政でバスを通さなきゃいけないとかそういうのがあるから渋々しかたない。 時間本一応こっちの金宙とかなんかもう7分とか5分置きぐらいにバン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 走ってるからバスで1区間のところで住んでますとかって言ったらああなるほどそれなりのサラリーマンなんですねとかっていうのにがるんだけどさ伝わるんだけどもう全然全然全然そんなレベルじゃない。ママジジににババススのの間ももしか なんかね、距離によって値段が違うとかなんか、あ、でも乗ったことないから分かんないっちゃ分かんないんだけど、なんかちょっとね、違うんだよ。全然、都会の、もうなん、なんだろう、東急みたいにも、もう、なんだろう、迷路会計みたいな感じじゃないんだよ。もう、一回乗ったらとりあえずもう、あの、い,いくらみたいな感じで、もう乗っても降りても、どこで乗っても降りても、あんまり値段変わんない東急と全然違うんだよ。ちっても私、バスのお金とか払ったことないからさ、 <laughs> 言えないんだけど、今でもそういう人多いでしょパスモとかだから、実質お金をこう、払わないじゃん。だって渋谷かなんかのさ、あの、パチコーバスでお金をさ、もう100円入れてくれとか言わないの。マジか弁し100円ぐらい。私、小銭持ってないんだよねとか、じゃあ乗るなよみたいな感じに。だからあんまり乗らないでタクシーで行くよ、もう。 <laughs> じゃんないよって感じだもんそ,それぐらい冷凍食品がございませんでもしあの行って買うとしたら大阪王将の餃子は私は餅「餅餅ち丸餅水餃子」を買いますで丸餅水餃子はえ値段的には178円よく覚えてるこれね覚えるようにするんだよ。4桁ぐらいは覚えられると思うんだけど。あの 意識して数字を記憶していかないと、どんどんボケていくから、なるべく、で言葉とかも、ぼーっとしてると、普通になんかえっと、なんだったっけみたいになっちゃうから、なるべく喋って、脳を使っていかないと、普通にね、寝ながらテレビだけ見てて、はーははとか笑ってたら、もう、もうほんとボケるよ、マジに。やばい。やばい。もう今の時代は、もう誰が、誰もこう目の前に空いていないよ。 私ちょっと誰かいるみたいに喋ってるかもしれないけど誰もいない時に一人で喋ってでなんかこうね配信者の人なんてコメント見ながらさ「ああそうだね」とか言いながら「へへへへへ」<laughs> とか笑いながら「うんこうだね何だろうねこれってねカチ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 ってお前暗いだろう」すごいなその世界みたいなあれをやれるんだあれをやれるようになったら一人前だね。 もう時代がそういう風になってるから、対面して、話してさ、こうあの、ファミレスかなんかでクソずーっと居座って、ドリンクバーずーっと、あの、ガバガバ飲んで、そういう時代じゃないね、今も。パソコン相手に、こう、メッセージ送って、自分でこう配信して、コメントを入れてもらって、反応して、は <laughs> <laughs> みたいな。それがね、今の時代なんだよ、マジに。うん。なんで、あのご飯食べる時も、 一緒に食べてるかごとく、何が楽しい人が飯食ってるのって思うかもしれないけど、それをかけながらご飯を食べる。一緒に食べた気になるでしょ。ほんと寂しい人はね、うん、そういう感じよ。うん、なんか、何の需要があるんだよって思いながら私はワタミの宅食レポートやってるよ。でもなんか一定数を見る人がいるからさ、もう不思議、みたいな。何が、あの、 あれするかかわんねえななこの時代みたいな、うん、でもう一つお前は開封するのにすげえ長えなこれちょっと待ってこれ岡山から来てるんだけどさ総鉄老前総鉄老前もう相鉄ゼンばっかり行ってたんだよスーパーアルプスチャレンジの後な何で相鉄ゼンに行くかっていうと相鉄ゼンね時間が長くまでやってて。 東京はね駐車場がねクソ高いんだけど相鉄ローゼンってね駐車場のお金取らないところの方が多くてもうなんかねあのとりあえず何か買ったら OK とかあともうバースらないってところがあったりとかしてそこが好きもうマジにそれの感覚で東武ストアに行くと嫌な感じなんだろうな相鉄ローゼンってねあの夜間の人ね おばさんなんだよね。おばさんとか、と若い姉ちゃんだったりとかするんで、やっぱなあの、おもさいおっさんはね、ほんとなんかもう、なんだろう、あれはもうほんと勘弁してほしいななんかイライラしてんの。もう、その、レジを早く打ちたい、終了したい、次の人に行きたいみたいな。いや、お前、それがあなたの仕事じゃないんだよ。1時間いたとしても、来る人のお客さんの数っていうのは、 変わらないんだから、あなたが早くして、あの、さこうが何しようが、一定数を来る人の、あれは変わらないんだから、その、一人一人に対して、どれだけ、あの、こう、なんだろう、満足感というか、なんか、あ、また来たいな、とか、あ、この人親切だな、とか思わせるようなレジを心がけないと、感じ悪かったらもう二度と行くかってなるじゃん。でも、そのさ、あの、レジだと、カゴの入れ方とか、 で、カゴに入れる前にちょっと濡れ物だったらさ、ビニールに入れるとかさ、あの、なんか重いものは下、軽いものは上、割れそうなものは別にとかさ、そういう配慮を覚えなさいよみたいな。そのレジで、どんだけもう一回行こう。あ、そこのスーパーだったらこっちに行こうっていうさ、リピートが決まるかなんだよ。マジに考えてほしいよ。それがね、相鉄ローゼンの方が感じがいいので。 総鉄老前に行くっていうねで検証も若干東急よりも多いかなで当選率もまあ相鉄籠然の方が当たる感じなんかめっきり最近稲毛屋に行かなくなってるのはその夜の閉店時間が稲毛屋早いんで9時に終わっちゃうからで稲毛屋で長い時間やってる店舗もまあ あるっちゃあるんだけど、長くやってるところって、もうなんかね、天狗なんで価格が高いの。だから、もう、しおれてても、夜しか来れないやつは買うだろうみたいな、そういうなんか姿勢があんまり好きじゃないっていう、わがままな、で、対して私買ってるわけでもないのにさ、わがままに。で、これ、こういう封筒があったとしたら、 どっちから開けるかっていうと、私はこっちの、こっちの方を開けるわけよ。あの、これ岡山のさ、あの、キャンペーン事務局から来てるよ。どこって書いてあるたかな言って忘れた。相鉄ゼンスマイルフォアオールキャンペーン事務局。事務代行アルファって書いてある。岡山から来たよ。これ、これね、 ちょっと重いなのよ。はっきり言わせていただく。大阪保証のこれ軽かった。軽かったから、もう絶対1000円とかしか思ってなかったのに、まさかの1万円だよ。これ見せたらさ、使われちゃうの。これなんかお金に、さ、あるナンバリングとかでさ、なんかやられんの。そこまで考えたくないね。我らなんか、行吉だよ ゆき様だよ。ゆき様だよ。もう現金書きため、今年初めてなんじゃないかな。そんなことないかな。いや、当たってもすぐ忘れるからさ、だから努力し続けられるっていう感じ。こっちの方が断然重いのよ。で、こう小鉄道線のこの川があるから、重いんだよ。でも、こっち、こっちこそ多分ね、しょぼいやつだと思う。これ、普通郵便で来てるから、多分しょぼいんだよ。1000円とか。 あほらほらほら,ほらえっ3000円だ <laughs> マジにちょっとよっおいちょっとマジええちょっとほんとなんかリアルに喜んでるよ <laughs> <laughs> やったやったマジやったなにこれいやこんななんかペラ2つしかないのにさ見張ってなんかあの ティッシュの箱までやって、で、てたわですかって張り合ってでもさ、よや、じゃ、中身やってんじゃん、私、結構当たってんじゃん。やったじゃん、マジに。毎日やってるからさ、タワーなんねえだけでさ、ペラーでもこれもう一万3000円だよ,よ。やったやったもうマジに。いや、ちょっと、本当にこの大阪王者。いやー、いやー、やったねー。マジありがとうございます。 まるちゃん、東洋水産もむちゃくちゃなんか相性良くて、もうそろそろ住所録音されるんじゃないかなと思って、なんかもう本当怖いんだよ、もう。あの、プレッシャーで当たんなくなったらどうしようみたいな。もうさすがに私の名前、ここのアルファの人は覚えちゃってんじゃねえのっていうぐらいなんかあの、東洋水産はそのアルファの会社なんで、やべえなって思ったんだけど。 マルちゃんスマイルフォールキャンペーンにご応募いただき、重ねて御礼申し上げます。これはね、あの、素晴らしいんだよ。<laughs> なんて、なんてって、あの、なんで素晴らしいかっていうと、相鉄ゼンの東洋水産のマルちゃんのキャンペーンっていうのは、あの、バーコードしか要求してこないのよ。レシートじゃないのよ。だから、<laughs> すいません他の店で買った焼き、えー、そばのバーコードを貼って応募したりしてます。あとあの他の店で買ったあの丸ちゃん製麺のやつとか、あとはマちゃん製麺はまた丸ちゃん製麺指定で来るかもしれないから、あれ一番きついから取っていてますか。あの他の店で買った赤いキツネのバーコードとか。 うとかこの間ベルクで買ってきたやつを貼り付けてその蒼鉄ーゼンの店の名前書いて買ってないのに応募しましまたあの絶対だから番号とかも書けみたいな感じだから買ってないのが絶対バレるから当たんねえだろうなって思うってはいるんだけど大体総鉄郎ぜんで登場するつらのうれしと。 で面白っていうやつ以外は買わないので、まあ、まあそもそもあんまりカップラーメンとかあんまり好きじゃないから買うとしたら焼きそばかあと冷やし中華とかそういうやつだけど、うん、あのもう他のせこいさ絶対レシート貼れみたいなところで買ったやつとかあと焼きそばもなんかね無性にどうしたら食べたくなったりとかするんだよ。ね、うんまあ 買うとしたら東でもあのスーパーアルプスとか行くとマック食品とかいうちょっとなんかマイナーな店の焼きそばがすごい半額ぐらいで売ってんだよもう今ねなんか値段が上がりすぎちゃって東洋水産のルちゃんの焼きそばが198円とかね200円超えちゃうんですかの勢いなんですよ。 有識問題だよいやマジに今もちょっとあの焼きそばとかっていうワードをね昨日聞いたんで耳に挟んだんで焼きそば食べたいなって思った特に私なんかが焼きそばっていうのはもう,もう肉も野菜も何も入れないであの粉のあれだけで作る焼きそばが食いたいっていうさあの焼きそばパンの中に入ってるような焼きそばっていうのか何も具もない焼きそばを 食べたいいっていうどうしてもそれが食べたいって欲求に借られたりとかする時に買おうかなと思っても高すぎていやだってこれそこね138ぐらいかな138円ぐらいでしょうって思ってるんだけど名古屋とかもっと高いからねあの単純にさマックスバリューとかさバローとかくソそばにしてる割には。 高いんだよ、値段が。決して安くないんだよ。まあでも、どちらかというと、マックスバリュー東海と、マックスバリュー東海っていうか、マックスバリューとバローだったら、どっちが安いかって言ったら、バローの方が安い。なんか、ちょっと激安スーパー的な感じっていうのかな。でも、バローも、浜松とか行くと、浜松のタウンみたいなやつ、あそこも新しいバローがあるんで、ものすごいなんかショッピング、 タウンみたいななんかなん,かなんだろうなんか一つの田舎って一つのところに一個スーパーも作るんだけどそこに何も全部そこで住んじゃうみたいなそういうなんかあの,街を作るの,よあの岐阜でいうコロナワールドっていうさとっても不謹慎な名前の恐ろしいあのねあの商業施設があるんですけどコロナワールドってね あのなんかスーパーと確か洋歌堂があってよく知ってるでしょだから岐阜県庁の仕事をしなきゃいけなくて岐阜にいたから岐阜が分かってるからだからよく行くから嫌いなんだよむちゃくちゃもう本当にこっちのさ神奈川とか東京とかのこう人情っていうのかな,なんかあれにこう暖かいところで育ってる人間があっちに行くともうマジにも民度が ちょっとおかしいだろうっていうぐらいもう,もうもうほんとなんかもうやられるからまああの本当運転の一つでもあおってこられても軽自動車にあおられるとほんとムカつくんだよ勘弁してくれんなこれがなんか例えばその輸入のさあの輸入車っていうのベンツとかさあの BM 率が高いからむちゃくちゃなんかこう居心地がいいわけよ三重県は。 むっちゃいい。名古屋とかでも BM 率が高いから、B、BM 大体いい見えナンバーだからさ。ねだいたいあの、名古屋だったらプリウスが多くて、まあ,あれ何にもやらないとシュって来るから、もうすげえ怖いんだよ、マジに。もう曲がる時とかのプリウスがバーっとなんか落としないで来るから、もうあれは危険な車だよって。 思って、あれで,ああれでしょ燃費がどうのとかでさ、あれケチが乗る車あるでしょ一見値段が高くて珍しくて、すごい自慢できるんだけど、でもなんか中身はガソリン代を節約するクソケチな車って思ってるんだけどね、私は。ケチが乗るんであれ。燃費がどうのとか、そんなとこまで。車を乗る時点でもうガソリンかかるのぐらい、あの、頭で想定して、別にいいじゃん、そんなの、みたいな。イオクしか入れたことないよ、私はって。 思うんだよね。それをなんとか、なんとかとか。でもさらにそれを、もうそのプリウスすら買えないのが岐阜で、大体いいなんかの軽自動車のさ、なんかな、社名まで言うとあれなんだけど、なんかね、軽自動車の岐阜のやつ、多いんだ軽自動車、ね。岐阜県民って、一人一台軽自動車が、軽自動車っていうか自動車がないと生きていけない。 県民だからマジに。車がないと生きていけないって言うんだよ。あ、岡山の人に聞いてみ別に車乗らないでバスでとかって言うから。もう見た感じはなんとなく岡山も田舎だから、ああ、ああって。だから特にあの岡山のさ、と総社市とかあっちの方に行く道なんて、いやこれは岐阜の高山に行く道になんとなく、あ岐阜みたいとか思いながら、岡山に 行くんだけど岡山で車に乗ったりとかするんだけどいやー岡山となんか全然違うんだよ岡山県民はそこまでなんか車なくてもまあまあ暮らしていけるんだよなんかあバスとかの乗ったりとかするからそこまでなんかもうもう,もうすごい田舎だと思ってる我々がすごい田舎だと思ってる岡山よりもはっきり言って独ソ田舎だからもう,もうやつらの口は。 もう日本で面だけでけえやとみたいなスイッチのいやり方だな,なんかと,とにかく岐阜はね自分たちが真ん中にいるっていうこと以外にもう何もなんかで自慢がないマジにで車がないとどこにも行けないからもうかしけ西岐阜駅から岐阜県庁が一番最寄り駅で なんで、徒歩1時間だ。徒歩1時間、はぁみたいな。バスで終わる時間8時半とかさ、はぁみたいな。始まる時間。で職員が、もう、かろうじて乗る。でも、職員の人も、だいたい軽自動車で通勤とかだから、でも、岐阜の県民のや人で、岐阜で働いてる人は、まだ選ばれし勇者なんだよ。だいたいのやつが名古屋で働いて、 もうその通勤ラッシュみたいなやつをあの乗り越えて名古屋に住めないけど名古屋で働くしかなくてもう帰るの大変だから帰りたくないよとか言いながら通ってる人たちだからマジに。あの電車とかも結構過酷だよ。うん、意地悪いやつらが乗ってるからも結構過酷だよ。とか言いなが何だろうが電車がかも結構過酷だよ。とかねいが譲るかっていうそういう感じ。 で電車の広告とかも,もう関東とかだともうビラ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 もう全身的に広告がぶわって貼ってあるんだけど名古屋の電車広告なんか誰がこんなもん見るんかいって思ってるのか広告がないんだよ。なんであそこのほんと意地が悪すぎてなえるんだよ電車とかだって絶対譲ってくんないからマジに。 もうん、なんか妊娠してようが弱ってようが何してようが乗った人がかじがちでなんでこいつこんなに乗ってんだろうとかって思ってもサラリーマン疲れてんだからしょうがないじゃんみたいな独自理論であれだからもうなんかいいんだよ、うん、でもまあそもそも若者はね、うん、出てくるけどね他のこの東京とか名古屋とか。 大阪とかに行ったりとか日本の真ん中なんでいろんなところに散らばってもうほとんど老害しか住んでないわあどこだからだからもうほんとクソなんだよ名古屋ナンバーで仕事しに行ってるのに「たけんねべげ言ってく通報してくるからさじゃもうほマジにお前らのために働いてるのに働きに名古屋からの人たちが。 力を貸すためにさ岐阜だけじゃなどうにもならんから名古屋とか名古屋のね支社とかそういうところからこう人が行ってるにもかかわらず「他県、ね、ナンバーだ」とかねいちいち通報すんなよもうほんとにってもう暇だからでもだったらもう家の中にいるよみたいなマジにもうなんかねマジ、うん、と鼻,鼻までマスクがっつりしろとかかねで んだろういや、だってそこまで人人まで文句言うんだったら、いや、私は一言も喋ってないし、確かに鼻に引っかかるぐらいな、なんか怪しい感じでガッツリマスクはしてないけど、口を覆って鼻にちょっとかかるような感じで、鼻呼吸してんだよ、こっちだよって思うぐらいの感じでこのマスクしてるだけで、すけくってかかってくんだよ。もうほんと終わってるなと思って。食ってかかってくるお前のこの 近とお前喋りかけてるそれが危険だわみたいなほんで怖いんだったら「外出るなや」ってもう本もうなんもうかもう我が命はもう絶対惜しいみたいな,なんかそういうなんかの感じもう本当ん,んかなんだろうなんか一回是非ねあのググってみて行けとは言わない行ったらがっかりするからも,うものすごくねあのこの日本人の,この日本人って親切で外国に行って。 ってたからすごい日本人のすごい素晴らしいところとかいいところとか、えー、日本人はこうだとか言っていて他の国の人に褒められてや日本人はすごい優しいとかすっごい真面目とか言われてるのに岐阜に行くとものすごくね下がるんだよ気持ちが、うん。だからこの気持ちをねぜひちょっとあの直接行って感じろとは言わないんでググってみてください。あの岐阜県民県民民ととやるるる出ててくるから私が言ってることが 間違いいじゃないって分かると思いますあの本当にあの本当にねなんか岐阜になんだろう岐阜に住んでる人が書いてるのかな,なんかベストアンサーみたいな人とかズバリお前はいいこと言ってるよてでもその投稿がね一つ二つじゃないんだよだこれ社会問題として考えるべきだね、まあ、そもそもインターネットつながってないからきっとこんなのとかも聞いてないだろうからだって私に時は 名古屋っていうか au がもともとトヨタのあれなんで系列なんであの結構名古屋とかだと au で au っていう選択肢でまあもちろんどこもよりも au の方が価格が安いっていうので飛びついて au になってる人 au 率がすごい高いんだけどあの岐阜とかって あのね、どこもしかね、電波届かないんだよ。だからソフトバンク持ってる人とかね、もうものすごい少なかったんだよ。私なんかが一帯一線として働いてた時は、住んでないよ。住んでないよ。名古屋に住んで、たまに、あの、車で行くっていうぐらいの感じで、ね、名古屋もそんな住んでるわけでもないな、なんか、あの、まあ、でも、こっちに帰ってくるまでの、帰ってこれないんだよ。岐阜の仕事が入ると、マジに。 どうにもならん電車とかバスとか交通機関がマジにもう終わるからマジもう本当にでうちだってディズニーランドの最後の最後の最後までいてうわーってそこら閉園してる風景をで撮りながらうわって遊びながら最後のえ舞浜終電とか11時何分とかで家に帰りつくんだよ、うん、だけどもうなんか あの岐阜の人って東京ディズニーランド7時ぐらいに帰らないと最後家までたどり着かないんだよ新幹線はまあそれでもなんとか最終まで頑張ってもそこからの在来線がないんだようんなんかねほんとにねなんで私あの嫌いなのに岐阜の話になるんだいやーちょっとマジちょっといやもうふん 何か,ななかししほいんよかなすねお昼のさあれとかにもさなんか中華屋みたいな無難じゃん中華屋ってあのどこ行っても大体変なチェーン店に入るくそまずいなんか味噌かけた変なもんが出てくるから中華だったらラーメンだったらもう味噌ラーメンとか言わないだろうとかもいやでもい,いんだ岐阜タンメンがうまいとかさ岐阜の食べ物でおいしいと思ったらなんか一つもないさマジに。 名物ないや、ね、いや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 。一品香の絶品丹麺の方が絶対うまいから。あここで大阪王将の一品香にたどり着いたわ。で、のこの上の方にある星くんのやつも、ちょっと最後にね、ちょっと本当なんかもうだんだん気分悪くなってきたわ。考えるだけで嫌な土地ってなかなかないよね、もうマジにもう絶対私ね、親子松台に渡るまで、 なんだろう子供の結婚とかになんか絶対口出しする老害にはなりたくないんだけどでも <laughs> 絶対やだよ子供が岐阜のやつと結婚するとか言われたら絶対断るよそこ絶対口出すぞマジになんかもうどんな人でもねいいって思わなきゃみたいなでなんかこうなんとなくのビジョンでああ多分 大学ぐらいが中その名古屋とか大阪とかに行っちゃったりとかすると岐阜のやつ絡んできたりとかするかもなとか思いながらもどの県民でも全然いいんだよ岡山でもあの福島でもどこでもあの出身地に対して文句言うあれはないけどいやもう絶対岐阜のやつだったら絶対やめとけと。 でも私がこれだけ嫌ってることはチビすけもよく分かってるんでもうそれこそもう刷り込み学習のようにもう何だろうなもうず,ずっと一緒にいたんでもう幼稚園からぼちぼち離れる時間があってで今は結構あの学校行ってる間とかあとんか習い事とか一人で行けるようになったりとかして徐々にこう一人に。 なる時間とかが増えてきたんだけど苦悩してる時とかずっと知ってるんで「あー母ちゃんは岐阜のやつに悩まされてるんだ」みたいな「は俺は絶対にみたいに思ってくれてると思うんだよ。うげーとか言って言ってるから最近一人前ご飯が食べれるようになってきたんでどうだろううなぎとかね 1> 1年前食べれるよようになってきたんだよちょっとなんか親としては嬉しいんだがまあ金がかかるっていうのか微妙な感じだねえここのこのかわいいさこのかわいい星くんマークの,なんかの星くんマークいただいたんですよこれえっでもこれ星ああ星 星フルーツだって星くんマークあ、マジですか星くんマーク、うん、いただいたんですよお菓子とにかくよくお菓子をいただく私は星フルーツって書いてある サイクル見てないの自信があるからあれだけどさああむちゃくちゃうまそうですねむちゃくちゃうまそうだ。 スンが食べると思います。わあうまそういやだ今脳がキューってきたキューって完熟バニランいちごオールグレイブルーベリークリームチーズブルーベリークリームブルーベリーとクリームチーズってよくあるねリンゴキャラメルシナモンあリンゴとシナモンってよくあるな、ね、オレンジピールインチョコクランベリーインマッチャー って書いてありますへぇへぇ瀬戸内海に面したところって広島じゃないの瀬戸内海に面した山口県瀬戸内海って山口県なんだ山口県山口県 <laughs> 全然、なんか、あの、なんか、あんま語りたくない。あで、えー、でもですね、あの、その山口県の方に、こちらをいただいて、ついでにハガキもいただきました、これ、富士。山口県のスーパーです。山口、ああそういうことね。で、これも、これだのね。 ありがとうございますで私が私今ねあの青旗のやつえー、っとねフライングで一番先にゲットしたのがバローでゲットしてあとまあでもね子供がちょっといろいろ試合があったりとかするんでちょっとなんかあのプラプラ出かけ取られないのでこの週末は 外出とか買い物とか行けないのでちょっと頑張ってねあの取り取り,取り寄せてきたよ今回の今回は割とキューピーとまあキューピーと青旗ってあのキャンペーン事務局同じなんであのねただ電話番号が微妙に違うんだよでも紙所箱は同じだからキューピーのと青旗のと ここをぜひよく見てください。キャンペーン事務局同じなんですよ。で、このキャンペーン事務局の電話番号に多分、あの、ここに、ホテル大倉特製オリジナルフルーツプレゼントキャンペーン係ですって出るように、電話に多分書いてあるんだよ。で、こっちのキューピーのこの0800に書けると、うさぎ女子キューピープレゼントキャンペーン事務局ですっていうように、でも同じ人が出るから。<laughs> 多分,多分いそう意地悪いやつは携帯2台用意してこっちはかけながらこっちはもう一回とかやるとあの多分同じ人が出るんじゃないのっていう今回はえー、そうですねぶっちゃけあの個別にどこ,どこの私はどこで狙ったら当たりますかみたいなずだとあ,のあなたになり変わって考えてあげます。 どうやったら当たりますかみたいな、うんなのでコメントくださればお答えしたいと思います。アメブロのコメントはねどうやって読むのかわかんないので、なんかあのパソコンの前に行ったときに、なんかメッセージっていうのを開いたりとか、まあ、するとかしないとかそういうレベルなんで一番メッセージとか見てないからみたいな。で、あの最近メールを ちょ,ちょっとずつ、まあちょっと、あのひ、熱海の宅食生活で、ちょっと浮いた時間を、メールをチェックしてたんだけど、当たってたのに、あの、こう、返事しないでお釈迦になってるやつが結構あって、激甚大事にあ、やっちまったよ、みたいな、な感じです。あとは、えー、なんかね、インスタ検証とかで、当たったりとか、 DM が来てたりとかツイッターでもうあのネットの検証は基本的にネットをチェックしないとダメよだから私あのグリコの検証とかって住所とか入力しないでネットで結果が送りますみたいな感じのやつってすごい不安だから嫌なのよあの分かります,すごい言ってることあの当たったっていう通知を きちんと見る自信がないからっかあんま好きじゃないかなっていう感じそんでちょっとこのなんかあのなん,なあんじゃんこれ野沢菜冒頭からずっと出しっぱなしだ野沢菜昆布プレゼントキャンペーン別に米なんか欲しくないんだよでもあなたのパッケージにプレゼントキャンペーンオーブケン券とか書いてあったらここにもうプレゼントキャンペーンに書いてあるでしょそしたらもうこれをパッケージに書いてあったら それはもう,買うしかないでしょみた,いなそしたら店舗にこのようなハガきがありましてこれ何これどこの上新漬物ほう知らないちょっとなんかこういう上新漬物っていう会社のえーあと QR もあるしこれ別に普通にハガきで応募しても OK だと思うのででも 置いてある店はこれあるんじゃないですかこういうのね割とマニアックなえ検証は当選率が高いと思いますこれマニアックな検証やっぱ商品のパッケージとか結構あの買い物してる時にあの自分が買おうっていうもの以外のところもこう目をこう目線移動っていうのかなそんななんかこんな 桂馬でさこれリズメで来るなよって思うかもしれないけど一応陳列棚だからあのこう一番上からこう目線のちょうどこう手が一番届くところが一番主力の,あのそのスーパーと、えー、仲のいい会社の、まあ、営業マンがさその場所を陣取って売価、えー、いくらで利益が高い商品がそこの場所にあったりとかするんだけどこうやって。 まあ、とりあえずスーパーで、ね、お客様の声とかで反映されたまあ利益あんまり出ないんだけどなこれ置いてないとなお客さんうるせえしなみたいな商品だったりとかするんだよもうそういうなんかいろんなことを考えながら買い物に行くと割とボケ防止になったりとか大人の事情とかあとえたかが買い物されど買い物で経済をもあの結構お別れようになる感じ。これはなんかね あの主婦の方が実際にあのいろんな食品とか商品とかあとトレンドとかスーパーとかねデパートとかそういうところに行けばつかみやすいので主婦の方が普通のおっさんよりもえこうやってあの付箋してさ色棒を送ってあの似てるおっさんよりも体感してあの。 経済ののどううううなんだろうっていうのが把握できると思う9月1日になってえっ、ー、みたいななんか何でも高くなってるみたいなのとか別にニュースとかさ新聞とか読まなくても今までこの値段で買ってた3桁があら高くなってるって気が付くと思うからもう徐々に物価上昇中ですよおかしいんだってこれなのにこんなに物価が上昇してるのになんでうずらの卵を100円で売ってんだよみたいな。 いやまずに関東はうずらの卵 100, 100円くらいだよなんか結構うずら農家さんにキランってした感じで「あ,のあっち200円くらいで?」売ってるんんだよなんでって思うじゃんだからこっちの人そんなに食べないから高くしたら更らに売れないから多分なんか鶏の卵の隣に辛うじてうずらの卵が売ってるみたいな感じでいくらぐらいで売ってますかって さぞ高いんでしょうねこちらが本家ですからみたいな感じで言われるんだけどさ「百0 0円ぐらいです」みたいなちょっとマジに言えないんだよねそのオーラが申し訳なさすぎてだってあんなに手塩にかけてさうずらを育てて1個卵の価格これだけって言ったらマジに引き込むぞで,で私なんかはうずらをすごいあのペットとして可愛がってるんで別にその 小松菜をあげたりあの手間暇をかけたりの餌代とか全然なんかの苦にならないんだけどほんと農家さんにとってはマジにこれ餌代とかって死活問題だなとかっていうのを考えたりとかなんか目で分かる感じなんかああこうなんだなそうなんだなとかなんかそれでも別にニュースを見ることもなく経済を知り 今これバカ売れてしてるなとかあこれ流行ってるあこれトレンドとか言うとあなんとなくそこあのもうなんかこう株価がこうあれしたりとかあこの店美味しいとかこの店気になるとかって言ったらあー出てきたみたいな感じとかねそういう感覚とかって。 あいつ女の人の方が向いてるんじゃないかなと。ケチな、あれじゃなくて、発想じゃなくて、なんか消費者的な目線で、経済を考えるとよろしいかと思います。私は、あの、検証も、まああの、ボケ防止に、あれしようかなと。ゆくゆくはね、ここの、まあ、ちょっとこれ、バコードがさ、ちょっとあの、ちょっとフラインして、わ <laughs> ーって言って、これ剥がしちゃったから、しくじっちゃったの、これ。で あこれバ,バーコードだったらどうしようって思ったらこのマークだけを貼ればいいみたいだからなんとか応募できると思うんですけどこの11桁のバーコードの数字を記憶できるようになりたいなとまあ3の倍数じゃないとなかなかちょっとあの記憶するのがきつかったりとかするんでしょうけどでも。 11桁の数字を、このバーコードを見て、自分が、このバーコードで商品名が、ほっと出れるようなぐらいに、こん,あんな、でもならないと思うけど、でもその訓練、訓練、今、今私は、あの、なんていうのかな、自分のよく使う、よく使うって目の前にあるけどさ、蓋がちょっとないから、ちょっとこれ、横にできないんだけど、あの、キリンの生茶とか、それのバーコードの前半の、 4909411とかその前半の番号だけ覚えられてるのよえ。後半の部分がちょっとちょちょ,ちょっとまだ11桁よりもあるなこれ。やばいなこれ。1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7桁くらいまで覚えてられんだよな。 口で言えっていうのと目で見た感覚とちょっと違うんだけどバーコードを貯めたりとかしてるとあの飲料メーカーのバーコードとかはあのこの番号の前半部分の7桁で企業がわかるから結構応募するのにあこれとかしてわかるんですよでもキリンビバレッジのあのー、キャンペーンはさらにバーコードの指紋 下の子の番号まで、あのー、新しいパッケージとかは弾いたりされるんで、ちょっとこれ全部覚えるのがなかなかきついかなっていう、えー、そんな感じだったりとかします。この、シリンビバレッジのこの、これも毎年恒例のこのでっかいやつ。だこれをさ、神経質に貼ってる間にキャンペーンの品詞が終わるっていうね、これ中途半端なんだよ、終わるのが。でもこの10月とか、 10月の中ぐらい突入すると他の検証がクソ忙しくなってくるんであのもう今ぐらいからこの貼っといた方がいいよあので必ずこの辺にキリンは結構あのー、書いてあるから何がダメとかっていうのこの辺ので OK の番号の一覧とかサイトに行けばここに QR とか貼っか QR が書いてあるって。 このの qr に行くと、あのー、使えるバーコーコド一パッケージリニューアルしまくってるからさここキリンはディズニーとの、あのー、絡みとかがあったりとかしてでディズニーパッケージとか結構マーケティングしてるみたいでどういうパッケージが売れてるのかとか何か多分考えてるからこう結構バーコードがコロコロ変わるんで今販売している商品しかダメよみたいな感じで。でも こういう、いとにかくよくリニューアルするんだよこれ。あの OK か OK じゃないかをきちんとあの把握しないとダメでうせっかくこれ全部ね貼ってこ一番さ高ポイントを要求しているこのね、バーコード50ポイントかなんか貼っても1個でも。 アウトが入るとお釈迦かポイになるんでその辺ぜひ注意してくださいあのメルカリとかヤフオクとかであのキリンのこのねこれのビバッドリーム、えー、キャンペーンバーコードって書いてあってもそういつらそれ全部調べてるわけじゃないんで信じちゃダメ信じるものは騙される自分でチェックすること これね必ず必要なことでございます。ということで本日は検証当選開封の時かなりちょっとなんか脳があのちょっと脳がまたかなりちょっとテンション上がりました。あちなみに私はですよ私の聞いてですね不快になる地区にお住まいの方はもうあの表示しない。 っていいいいううう興味なししとととかかねそういうのをねそのやるとよろしいかと思います検証ってやると必ず私が「こいつ聞きたくねえのに出てくんだよ」とかって思っちゃうかもしれないんだそうしたらもう「興味なし」スルーしていただければと思います。はいということで、えー、もうだってあの人間っていうのはさいい思い出と嫌な思い出で覚えてるのは嫌なことばっかりなんだもん。 でも嫌なことも克服していかなきゃいけないからこう喋ってさすっかり忘れようっていうそのコンセプトでもって別にお金がどうのじゃなくてもう毎日やってるわけですからもうなんかもうキンキンにさあっちから帰ってきたらそらもうむかつくから言っちゃうでしょうもう。っていうそれだけの話でございます。ブログの方にはでですね <laughs> この私が世界一嫌いな岐阜でゲットした バローのハガキを網風呂に貼っときましたので、ぜひ見といてください。はい、あ、行ったんだ、岐阜のバローみたいな。<laughs> そうなんだよ、ね、あれ。静岡のバローではなくて、岐阜のバローでね、ハガキをね、持ってきたんだけど、うん。はい、ということでございます。あの貼っといた。で、あのマックスバリュー東海のも貼っといた。 とということで本日もご視聴ありがとうございました。